低周波音とは一般に周波数 100Hz 以下の音を指す。したがって人の聴覚では感知できないような低い周波数の音も含まれるが、そのような音でも振動として感知できる場合がある。多くの楽器において気温が含まれる周波数帯域であり、音楽において重要な音域である。電気的な音楽再生においては、 この帯域をより正確に容易に再生するべく、サブウーファーの導入が試みられる場合がある。公害問題としての人間生活に関わる騒音、および騒音影響の分野で使用される場合は、低周波騒音と称される。また、以前は低周波空気振動と呼ばれていたこともある。低周波音の影響は、住宅などの建物や建具のガタつきとして、現れたり、また、 人体への手術の影響という観点で扱われる。人が、近く可能な強さの音では、煩わしさが一番の問題となる。特に、低周波音の特性としては、耳に聞こえない低いうなり音であり、これは障害物を通しても回り込んでいく特性があるので、防音壁での対応は全く意味をなさない。むしろ、極端に狭い場所に低周波音が発生する機械を設置したりすると、 その周囲の障害物に共鳴増幅して数十メートル離れた場所でさえもスピーカーのように感知できる。そのため取り付け場所にも非常に配慮が必要である。また人の聴覚は2 0ルツ以下の音を聞くことができないが、その2 0ルツ以下の音は超低周波音と呼ばれる。この帯域では相当に強い音圧でなければ通常人には知覚できないが、 窓がガタガタとなる共鳴が起きる原因となる。また、不定周素の原因の一つとして、健康に悪影響があるとも言われ、研究されている。なお、低周波音の公害として、一つの目安として、参照値があるが、これは民間二次地帯が介入するか否かの判断を示すための目安に過ぎず、この参照値以下の騒音でシベルに対して、多くの誤解が発生しており、 低周波騒音のデシベル数値が参照値以下であっても健康に悪影響があると国が認めている。そのため参照値は国が定めた騒音規定値でないため騒音トラブル時には注意が必要である。今後の課題としては国はどう世界各国に合わせた低周波騒音の規定値を早期に定めるかが必須課題であり多くの民事で訴訟が発生していることも事実である。 から発生する、ありがとうございます。